のプロフィットの達也とアレヒトということで、今回はカメラに映った幽霊についてやっていきたいと思います。めちゃくちゃアバウトやな。あのね、幽霊フィーバー来てます。どこでですか？いや、もう全世界で。え、マジですか？なぜかというと、はい、もうそういった映像が撮れまくっていると、うん、ポルターガイストだったり、はい、まあ心霊映像だったり、うん、その中でも今回まず紹介したいのが、うん、幽霊列車の映像が撮られたという。幽霊列車？はい。秘密の世界よ、それ。いや、もう本当に無限列車みたいなものなんですよ。問題の映像が撮影されたのは3月10日土曜日、中国のボグ都市の駅構内で、ちょうど駅に到着する列車が映り込む位置に設置されていた監視カメラがあったんですが、それがホームに入ってくる幽霊列車を捉えていたと。普通の列車じゃないってこと？幽霊列車です。え？で、うっすらと見える電車の輪郭と光るライト。しばらく駅に停車した幽霊列車は再びレールの上を走り出して消えていったということで、まあ話してるだけじゃわからないんで、実際の映像を見ていきたいと思います。見れんの今から？はい、見れます。見れんのよ。幽霊列車見れんのよ。見れんのよ。ただで。すごいよ。こんなチャンネルないよ。鬼滅だって1800円よ。大人。無料で見れるんでね。スパチャ選挙。チャンネル登録お願いします。スパチャないの。いきます。透けてるってこと？え？止まったね。じゃあアニメっぽくない？もうそのなんか人これ。もう光ってるライトがあるよね。ある。ヘッドライトみたいなやつ。確実に奥から手前に動いてきた。でこれが多分。ああ動き出したね、またやっぱ。おちゃんと列車の形や。しかも下のレール見えてる。どう？いや、でも、まあまあ、作れるっちゃ作れるし。まあ。それなこと言ったら、まあ、それはそうだけど。そうなんだよ。で、これ、実は2台来るんですよ。まだ。この後にもう1台やってくる。おかわり来る。あれじゃない？なんか、監視カメラの故障で、透明に見えちゃってんじゃない？普通の列車が。え、だとしたら発明やん。故障じゃなくて。すごい。で、透けて見えるんでしょ？座席とかもあるはずだから。そう。座席全くなかったからね。ランプと、なんていうの、外装だけが見える。透け方おかしいよね。おかしい。まあ、どうせこれ映像を加工してあるんだろうっていう声も聞こえてきそうですが、うん、YouTube に投稿された動画の説明文では、駅のセキュリティスタッフは監視カメラを見ていて、幽霊列車に気づいたと。目撃した駅員は12年間働いているけど、幽霊列車を見たのは初めてで、もう二度と見たくないと話していると。要するに、生で見ている人がいるんですよ。おー、来た。あ、なんか透明なやつ来た。ってなってる駅員さんがいたと。で、この幽霊列車騒動で、まあ、この駅員たちは一時騒然となって、まあ、ネットでも大いに話題となり、乗客をあの世に連れていくに間違いないとか、異次元から迷い込んだのではという説を唱える人たちも出てきている。すげえ面白い。でもどういうことかは説明できない。確かに。これ幽霊列車これバズったじゃん。うん。これやっぱ見に来る人増えんのかな、やっぱ駅に。この駅に。うん。でもこれ、時間はどうなんだろうね。その普通に多分みんながいる時間じゃないでしょ。えげつない人の集め方の可能性はないですか？どういうこと？だからもうこれ見に来たいって人いて、駅盛り上げたとこでじゃね？そう、なんで駅盛り上げちゃったのってなるからね。まあでもその車掌猫みたいなことでしょ、はい、それがいることによってちょっとここで降りようかなっていうのは確かに増えるかもしれんけど、にしてもこの映像怖すぎるっていうことでね。でもこの前ね、フジテレビネクストの生放送出させてもらって、はいはいはい、番組の方で坂崎さんが、うん、リハーサルの時にあなた親戚ですね、はいはい、熱心に語ってましたけど、はい、結局、うん、宇宙宇宙人とかっていうのはもともと地球で俺らよりも発達していた人間だと。で、一回リセットされて俺らが一発目の人間みたいになってるけど、リセットをしたのは人間で、その前にいた人間たちがまあ宇宙に行ってるから俺らそれを見て宇宙人だと思ってると。そう考えるともうこの文明が俺らが存在する前にあったとしても過言ではない。過言ではない。うん。ドラえもんみたいな世界が俺らが生まれる前に本当はあった。記憶が改ざんされてると。そう。進撃です。本当にそういういうことになってくるのではないかなと思いつつ、うん、でも幽霊というのは存在するっていう証拠映像、まあ冒頭でフィーバーと言いましたんで、はい、まだまだあるポルターガイストの映像を見ていきましょう。これね、遺体安置所で映ったポルターガイスト。うわーやだー。見ていきましょう。どうぞ。音を大きくしていくのやめろよ。映像にノイズ出てないか。なんか真ん中ら辺がチカチカしてるね。動いてます。
この真ん中の影みたいなの何？ね、ずっとチカチカしてる。うわ、まだ動いてる、まだ動いてる、まだ動いてる。やばいやばい。うわ。落ちちゃった。あー、倒れた。20も煽ってきてるもん。まだあるんです。で、これもね、そうですね。これ、車に轢かれそうな女性をっていうタイトルです。お、来た。女性。うん。いや、これはちょっと、これはね、これ完全にスーパーマンです。そっちそっちこれ完全に。スマブラのフォックスの横にしてた。いや、絶対スマブラ好きな人笑ってるけど。けど、この後なんですよ。車から人が出てきて、お、お前。お前、どう、え、みたいな。今、引いたよ。みたいな、そうそう。え、ちょっと俺信じちゃってるかも。めっちゃ足速いんちゃう。あれさっきだって、ヒゲでやったよ。俺のスーパーマンっていう意見、うん。いや、スーパーマンとかじゃなくて、マジで足速い人。だし、これ、どっか異世界から来てないピュンって消えるんだけど。ね、なんか、入ってくるよ、中に。虚空使ってるな。あ、これ、エイペックス好きな人笑ってる。以上が、最新のポルタガイスだったり。最新のフェイク画像ですね。フェイクじゃないですよ。もうあのスーパーマンのやつとかね、本当に本物だなって思う。しかしあれが一番怪しかったのよ。ねえ、すごい技でしたけれども。海外は当たり前なんだな、こういうのは。当たり前っつうか、どうなんだろう。日本で少ないだけなのかな。か、ポルターガイストっていうものに対する興味が、日本は少ないっていうか。日本人の国民性もあるよ。もう日本人って否定から入る人多いから。はいはいはい。もう、いや、作り物だよ。そっかそっかそっか。あっちは、うおーってなって。一回その、ワオが。楽しんでくれるから、そう。だとしたら盛り上げようよ、お前ら。すぐ否定してたよ。確かに。作り物だなぁとか。出ちゃってね。ダメだ。日本で受けないんだ、だから。そういうことね。まあ、幽霊列車がね、今回の本題なんで。そうだね。まあ、どうなのかっていうのは分かりませんけれども。あ、日本で言うと、木更木駅。ああ、だから、そういうことじゃない。そう、誰も乗ってない無人の電車で、まあ、見たことない駅に着いてしまったっていう話もあるぐらいなんで、うん、まあ、あながちなくもないというかね。うん、まあ、もし誰も乗っていない電車だったりとかね、うん、無人駅に着いてしまった場合には、それこそ本当に地獄に連れて行かれる可能性があるので、気をつけてください、うん。切符だけはちゃんと買うよ。いいよ、そういう時は。無賃乗車とか。そういう時はいいのよ。捕まっちゃうかも。命の方が大事だから。犯罪ですから。大丈夫です。気をつけて。あとその本当はね、どこから来たのって言われて、池袋から来たのに、はい、ちょっと短くね、安くしようとして、はい、新宿から来たとか言わないように。マジでやばいから。切符なくしちゃって。ダメなのよ。これマジで。それダメ。それやめてください。バレますから、注意していきましょう。はい、では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。I'm not